ほとんどのターゲットマンが重なっています。高いボール、アンデルソン・ロベスのヘディング、松下のボレー、福森に当たるシュート、なんとか菅野防ぎました。松下としては福森のハンドを主張しましたがハンドはなし。まあ、ゴールに対する角度がなかったのでシュートというか、まあ、ゴール方向にうまくいってくれというような、なんとかこじ開けたい広島、粘りたい福岡。ハイネルのボールです。サントス飛んだ、東、ナイスキーパー村上。いやー、よく入ってきた東、よく反応しました。村上あそこよく入ってきましたね。こっからギュッと入ってきて、ナイスキーパー。まあ、シュートもねしっかりとミートできてましたし、まあ、ある程度もパワープレー的な部分にもなってくるとは思うんですけど。さあ拾ったレアンドロ、レアンドロ切り返した、レアンドロ、ナイスキーパー、パクイルギュ、左手一本で捨てきました。素晴らしいセーブでしたね。本当にレアンドロも右で打つと思いましたもんね。うまく切り返して、あ、素晴らしいですね。ちょっとコースが甘かったかもしれませんけども、これはインターセプト、常本一気に、さあ荒木だ、荒木よく触りました。前川、はい、神戸を苦しめている感じはするんですけども、はい、これは守備から攻撃に見事につながりましたし、これは決定機だと思うんですが、はい、前川もよくシュートを打たれるまでに距離を詰めたんじゃないかなと思います。中で藤村、右に託します。島田からオープニングゴールをバー直撃、いきなりのオープニングショット、面白いアイデアですね。リスタートからでまだ立ち上がりだったんで、キーパーもちょっと油断してるって見たのか、島選手思い切って狙ってきました。これしっかりゴール見てましたからね、キーパーも ね、はい、藤川抜けるか、残します。松本、山田切り返し、折り返してきた、ビクトルだ、書いてますね、はい、これもうほぼイメージ通り、山田のクロスに小川でした。コーナーキック、流れたか、ジャンプか、ヘディング、西川だ、また西川だ、